あの映画なんですけども菊池桃子さんのねあの「アイドルを咲かせ」っていう映画がありましてそれで私中学2年の時に、まあ、同級生と一緒に見に行ったんですよね映画館までで、えー、当時はね映画って映画館を出なければ何回でも <laughs> あの見ることができたんですよでまあ2回通り見たんですけどもその「アイドルを咲かせ」っていうね菊池桃子さんの、えー、映画は 菊池桃子さんが19歳の時の映画なんですよね。で、映画の中でも19歳ということで、まあ、演技しているんですけども、ちょっと高校卒業して、また芸能界の活動が本格的になったところで、あの、岡田由紀子さんもね、お亡くなりになった後だったと思いますし、まあ私としても菊池桃子ちゃんがもう一興みたいな感じでね、芸能界見てたんですけども、その中でね、えっ、ー、と、同時上映はリレッツゴー特寺という、 富田子さんの映画で,したでその「アイドルを咲かせ」っていう映画はまあ、本当高校卒業してあの専門学校大学生活が始まってあ都会に出ていってねこれから新しい自分になるんだみたいなところ本当に私も同じような思いをしたと思います私も大学生になったらこうしようああしようみたいなことがそのまんま作品の中で書かれていて 新しい恋をしてみたりとかね、新しい趣味を持ってみたりとか、海外旅行行って生まれ変わってみたりとか、いや、本当に自分、今までの冴えない自分を塗り替えて、新しい自分として演じていくっていう気持ちを表現してて、なかなか面白かったなってことですね。まあ、その中でも恋愛模様が、右に行ったり左に行ったりするわけなんですけども、うーんとね、池田正則さんとか出てたかなうん、名前ちょっと忘れたんですいません。あの、なんか中学の時の、 一つ上の先輩の役のプレイボーイがいてですねそれから、えー、と田舎で、うん、どこだったか長野かどっかで酒屋をやっているう21歳があまだ菊池桃子さんのね先輩役かなんかで出ていたのかな,なんか知らないですけどあそうそう菊池桃子さんの先輩役のさらに先輩役としてちょっと名前忘れたんですけどもお一人ね頼りになる。 うん、先輩みたいなのが出てたりとかしたんですよね。まあそういった、あと、野々村誠さんも高校生役で出てたから。で、なんと伊藤和恵さんがね、ネクラな、漫画大好きな、あのー、まあ芋女っていうね、役で出てましてね。芋女ってや呼ばれてはなかったんですけど、私そういうふうに当時呼んでたんですよ。いつう,うどんいただきます。うん。で、あともう一人、女の子チームは、主には三人で、菊島奥さんと伊藤和恵さんともう一人、 ちょっとね、芸名知らないんですけども、3人で活動してて、男性は、それぞれバラバラになんですけども、ゆるい関係を持ったのは、まあ、ノーノームの誠さんと、その、池田正則さんだと思いますけども、その人と、あと、栄の息子って3人でってね、で、3対3ぐらいで恋愛みたいな感じになるんですよ。で、1人この流れに入っていない、あの、法政大学かなんかを語って、旅先で会った男性。で、この男性はね、なんかね、 結局その3人組の女の子の私の名前が知らないその芸名知らない一人の人とゲギの中でね2 3点あって結局仲良くなるみたいな感じだったんですよだからさえない二人がなんかうまくいったみたいなね、うんまあ、そういった恋愛模様が動いていくんですけども面白かったのはねあの街でチンピラに噛まれる絡まれるところがあるんですよ <laughs> 当時はそういうのね当時でもなかったですよこんなのでも当時ならありそうみたいに思わせるのがなかなか良かったかなっていうのと あと、菊池桃子さんとかはね、あのー、下宿しているところが本当のアパートなんですよ。で、私当時中学生ですから、それでもね、あ、将来こういうところに一人暮らしできるんだなって憧れを持った気持ちがします。ただ、私が実際、大学生になった時は、ほとんどの人はね、もうね、マンション暮らしでしたね。ワンルームマンション、1K とかは、あのー、は 2DK とかに住んで、で、大学生活、専門学校生活を送ってみたいなね。ずいぶん世の中変わって、もうアパートにはね、人が、 大学生といいうのも入らなくななくったみたみ時代だったんですか、ね、でまああの菊池桃子ちゃんの恋愛は結構揺れ動くんですけども結局中学の時の先輩と再会したその人と旅先で会ったその先輩の先輩みたいなねあの栄のお何跡取りとどっちにしようかなみたいな感じでいて野々村誠君は下宿しているところの。 大家さんの息子みたいな役で出てたんですけども、別に誰ともね、恋愛で絡むことがあんまりなくって、なんでこの人出たんだろうみたいな感じですね。野々村誠さんだけは、別にいらなかったんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> まあそんな感じで、菊池桃子ちゃんは、あのー、まずはね、その、酒の息子にちょっとだけいい感じを持つんですけども、そうでもなくって、結局は、あのー、中学の頃の先輩、プレイボーイの先輩となんかね、えー、いい感じになるんですけども、 結局プレイボーイはプレレイイイイボボーーでね本当に真面目に自分のことを愛してくれてるのかなと思ったんだけども最後にその人の家に行ったら他の女の子がね、うん、なんかちょっとこういたということでもう,もう知らないみたいな感じでね菊池モンコちゃんはどんな恋愛もちょっとこうねうまくいかなかったということでしたね。 だから、社会に出て生まれ変わったつもりでも、社会は自分に対してそんなにね、甘い顔してくれないよと。そして昔、知り合いだったら信頼してくれた人も、自分にも牙を向くんだよっていうことをね、いろいろと感じさせた、そんなドラマだったかなと。まあでも、前編通じて、菊池桃子ちゃんのね、なんか純情な姿が私の中、中学2年生の当時の私の胸を打ったかなっていうところですね。うん。まあ、それがね、YouTube で今見れるんだから面白いですね。うん。いや、なかなか YouTube ね、 見れてよかった本当になんかすごく <laughs> 当時の青春の気持ちにまたなりました私もね。はい、じゃあ以上でございます。